はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説、アシュラの塔からやっていきます。敵はどうしよう、なるべく戦っていこうか。お、ペブル、こいつ酸性雨効かなそうだな。でもやっぱりちょっと敵強そう、青大将とかね。一応炎でまず一掃して、一応酸性使っちゃおう。いや5回しか使えないかな、この効かないやつに酸性をやるのはちょっと属性ガードだよね。40か、毒ってる、効かない。愛人の炎、愛人やっぱ炎属性にして、ペットに魔力のマギをつける。グオ、やべえ、ペットもう一回食ったら死ぬ。デリンジャーで撃ち抜こう。でレイピアで最高だが触手一体ずつ確実に仕留める。に弱い、馬強かったな。そうすっげ勝って、マジ魔法耐性はない。食おう、もう速攻で食おう、青大将の肉。足長雲とか絶対弱いでしょ。酸性油は継承してくれてるけどさ、これずっと継承してほしい。役立つは役立つからね。オオカブトムシか、ちょっと最初は防御。弱いけども肉食おう。えのきもどきとか弱えモンスターにしかなんねえんだけど。こっちも何にもない。敵こいつとこいつ気づかれて、あれどっか行っちゃったと思ったら、オオカブトムシ、これで力が上がってくれればな、めちゃくちゃいいんだけどな。ドンキソードでダメだ。スライムに気づかれ、スライムに気づかれチェインを起こす。これアシュラ倒せっかな。サブマシンガンで、サブマシンガンでこの岩打ち抜こう。ゾンビはこいつで倒せるでしょ。ブリザード使おう、青大将。継承するたびにでも回復するね。じゃあ酸性油使ってっていいかな、打ち抜け。いいね、大丈夫大丈夫、ブリザードクリティカル、よしミスった、酸性油効かねえ、しません。よしデリンジャで打ち抜いて、レイピアでついてサイコダーガーでやってパンチ、絶対ベイブルの方が硬い、パンチよりミスった。なんでデリンジャこんなミスるんだ、お前のパンチは無駄だ。2、あでも攻撃力そんな高くない、防御が高いのかな。自分のバトルハンマーで蹴散ろ、弓使おう。というか可能性は増やしたい、パラメーターが上がる。スリプル、スリプル、青大将の肉食うか、今よりはマシになるだろう、さすがに。ダメだ、ヒットポイントがそもそも高くない。いや馬になりたかったな、馬あんなに強かったのか。こっちなんかあるけど、これただの窓か、宝箱はなさそうなんで上に行こう。え、連絡通路とかに出てきたんだけど、さあ来い、お前を引き連れてもう一体のモンスターと戦う。あれこの距離じゃダメなの、オオカブトムシ3体サブマシガンで一掃しよう、もうめんどくせえ。どうだろうな、あケアル使うんじゃんこいつ、なんか知んねえけど、カップもし早いし、攻撃力が弱いね。パンチ
最高だが、ガラスが最後になった結局、まあ、2体いればいいでしょう。こいつ、もうリミットオブエリアか、来れない。こいつ、こいつとこいつ、ペブルがいるね。デリンジャーでカブトムシ打ち抜いて、ロングソードでこのネズコを倒して、ブリザードでこいつパンチで一応ネズコを落とせなかった時のために落としたパンチ5。愛人がねちょっとやっぱりね防御弱いからね。大丈夫、ブリザードさて残りは1。ペットのケアって回復させよう。ミカミックスはかたい、効かないね、弾が効かないのか。すげえ、オオカブトムシまだ残ってたのかよお前。弓を使うか。であとはバトルハンマーで弓、毒針ってだって攻撃よくあんの。ミス。あーでもなんか打撃で殴った方がやっぱり強そうだな。オオカブトムシを早々に処理した方がいいな、めんどくさい。でこっちでバトルハンマーはエーブル、弓一応オオカブトムシにしとくか。ミスとか、いや弓も弱いぞ。なんだオフカブトムシも硬い、予想外だった。この戦闘だいぶ長いな。10ポーション使うか。ちょっとアイテム欄が結構いっぱいになってきたからね。パンチ30、ブリザード、まあいいや、このブリザードを中心に使っていこう。ペブルの肉、ペブルって岩だよな、肉なんてなかったと思うけど。三勝負の編集って何。でもあんまりさ強くないんだけど、あれどっちから来たっけ、わかんねえ。あこっちからか。これマジでさ迷うんだけど、どっちから来たか。アシュラの塔2階、これこっち行けんな。いちいちさ開けなきゃいけないの。お、新しいチャレンジャーだな。よくもこれだな。アシュラ様は強いぜ、やめといた方がいいんじゃねえか。それでも行くというならまあ頑張ってくれ。アシュラ様が最上階で待ってるはずだ。待ってんのお前なんだこれだけ何にもない、ゴブリンと戦うこともなく。これこっちは部屋、3号室空っぽ、意味がわからん。4号室またゴブリンがいる。なんだお前たち、見ない顔だな。そうか分かったぞ、さては死因だな。はい、ここの仕事は結構しんどいからな。よし、これをあげよう、使った時に使うといいぞ。ポーション超ありがてえ、そういやポーション使うって言った。ここで俺が休んでたことは秘密にしておいてくれ。さて仕事に戻るか、ゴブリン使いが荒いからな。こいつだって何の仕事してんの、超謎、謎だけどいいや。ありがたく使わせてもらおう。ポーション1個かよ。あ、もともと使ったポーションだったかな。ちょっと能力ペット、何が変異種なのかよくわかんねえ。なんかがめっちゃ高かったな今。そんなわけなく、そんなことなかった。20くらいだと思ったら10だった。一部屋ずつ覗いていくか。ん、誰だお前は。さては侵入者だな。そうだな、鍵をかけさせてもらった侵入者のおばさん。
どうやって鍵をかけたの？お、カブトムシかよ、しかも糧になってもらおう。力もな、最大ヒットポイント。おう、カブトムシ、お前の肉を食ってやろう。貴様の死は無駄にはけえやしなくとか。鍵が開いた。謎。宝箱。お、これは入ってる。ハイポーション。武器が欲しい。強い武器をくれ俺に。連絡通。ここはさっと行こう。トリーファーもう直線にしか来ないからかわすのが楽だな。で3回、何回まであるのこれ。鳥ちょっとでも肉食う。どうだこれ、チェイン。うお、ラムフォリンクスがすげえいっぱいいる。サブマシンガンで一掃しよう。でバラクーダ、サイコダガー、炎、ブリザードだな。下のブリザードを使おう、どうせなくなるんだから。酸性油も使っていこう。オラ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 、すげえ、いた。19か、そこそこ食らうな。ロングソード、青大将はゲッ、強い、見た目に反して強い。酸性油、連携はしない。毒27。やばい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 、ブリザード。 OK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 。 あとはまた例によって上げでいこう。レディアップ上がらね。1000円くれんのか。でも敵の数が多かったからね。ハイポーションはさすがにもったいないから。ポーションすぐなくなるな。これケアルはマジ重要で、レイニューってどっちから来たっけ。こっち行けばいいのか。通り通り、ちょ、あっち行っちゃったよ。え、なんだこれ、どういう作り。デリンジャー、ちょっと青大将本当に強いから先に始末しとこう。でブリザードでペーブルを確実に倒す。あと牙、青大将狙いで。一体ミス。わお、これででもペーブルは倒す。あとはゾンビは2体。あー死んだ。ゾンビにやられた。あ、しまった。青大将まだ残ってたわ。一体最高だが、何、ゾンビも強えぞ。けっ、本当に強い。青大将より強い。これデリンジャーのミスのあれが半端ないんだけど。ただガラクタ買ったいからね。ゲッ、まだ来てる。ちょっとレイピアにしよう。でこっち弓打ち抜け、よし。その割には何も上がらない。苦労する割には上がらないな。これ死んだらどうなの。1で回復してるね。仕方ねえ、ポーション使うか。40くらい回復するのか、ポーションは。この間になんかない？え、こっちじゃねえ。ラムフォリンクス先制攻撃か。だったらちょっと一回行動しとこう。
し、これでいいや。あとサブマシン3体か。ちょっとデリンジャにしとこう。で、レイピアにして、フリザノにして、キバ。当たらない。愛人ちょっと遅いな。でもまあこのターンで終わりでしょう。ラブコニクス攻撃力自体はないってことは、こいつの肉しょぼそうだな。食うか。でもせっかく落ちてるし、雲よりはいいだろう。ガーマ大して変わんねえ。いや最初の街で、最初の馬とかあの木とかほんと強かったんだな。あ、でもグリーンスライムの肉食ったよね。なんだろうな。あー、ミニドラゴンから変化したからか、多分そういうこと。サブマシンガンで、いや青大将ちょっとやって、ロングソードでこいつ、ブリザードでベブル、これは下でゾンビでいいや。はい、オッケー。よし、大丈夫大丈夫。あと愛人がフェブルを一掃する。3匹、100あれば倒せるね。でゾンビは強いんだよ。ポーション1個分くらい持ってかれるかな。はい、レピア肉。誰、フェブルか。ゾンビの肉食いたかったな。まあそれでも一応変異種なんだけどさ、これさ、だってこの状態でアシュラは無理だよ。こんなクソザコモンスターで肉の壁にしかならない。なんか食えば食うほど弱くなってるよね。ここだいぶ外壁が長いね。一体とはね、あんま戦いたくない。でこいつを引き寄せよう。チェインをかける。チェインかけても上がってないからな。でサブマシンガンで、まあ、2体は危険。でブリザードパンチ、ロングソードでも一発で倒せるからね。マシンガンも命中率は高い。無駄。け、13当たった。サブマシンガンがあと10個か。で、リチャード、なかなか上がんないね。宝箱らしきものが見えた。お、ここはちょっと待ってね、引き寄せが難しい。3体チェーンかけたかったけどな。まあ2体チェーンでいいか。レッドボーンがいる。踊りだこー。でゾンビは危険でしょ。でブリザードで、んー、だいぶイーグル狙っとくか。こうして何なんだこれ。まあいいや、やっとこう。やってみよう。だいぶイーグル早いは早い。ほら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 、強く買っといてよかった。これドクター、あれ毒消しって売ってたっけ。帽子復活した。そこそこ攻撃力高いぞこれ。変異種だからか。なぜか知んないけどちょっと当たる。よし、素早く下がった。エスパーが全くだな、能力的に。あ、毒治ってる。毒は治るんだ、そういうシステムか。サーベル、あーいいね。
こちょっと3体いけんじゃないか。どうだ、2体だけ。もうちょっと近づけるべきだったか、あいつが来るの。よし、先制攻撃、いいね。ちょっとここは1体ずつ排除していこう。ブリザードで岩パンチで、こいつ2体は倒せるはず。こいつとこいつも倒したか。大臣のブリザード、ヘッドはもう期待しない。よし、攻撃で倒していく。青大将は残るな。強い。青大将の攻撃すらゼロか。ガラクタ、なんかサブマシンガンはね全然上がんないんだよね。多分そういうのは能力が上がんないんだと思う、こう機関銃的なやつは。その代わり強い、安定して強い。ロケット、うわー来た。ロケットパンチも金があったら買ってみようか。どうしよう、弓でケチってく。レッドボーン倒せるかな。サイコダガーパンチ、いや無理か。じゃガラクタちゃん3つだな、装備させるのは。オッケー、ホトリラボ結構攻撃食らうな。でもう一個ロケットパンチ買って、ちょっと素早さが上がらないからね、パンチとかは必要か。攻撃用じゃなくて能力上げを。スミ属性ガード機関、9で倒した。弓いくか。でレイピア使おう。で弓使おう。行く、誰、ダイブイーグル。ちょっとアシュラ戦前にクリーンスライム3セーフ。でもまあクリーンスライムマシな方なのかな。ちょっと待ってね、いつ何時ボスになるか分かんねえから回復はしておいて、であとミカミックスに枠1個あるから、サーベルは9、素早さ ×9、バトラックスは力8か、まあ、力8の方がいいな。で連絡通路ちょっと長いね。青龍刀も買っといた方が良かったかな。さあ来い、どこまで来れるこいつ。ここまでか。ここがリビットウィーレだ、限界値。え、なんかいるんだけど、ちょっとセーブしよう。最高。何やつ。特に会話はなし。木人、肉とか欲しい。でリンジャリ5、アトラックス使うか。じゃあ最高だが溶かす。ほら94。でリンジャー77、パンチ0、弱い。溶けろ。まあまあだな。レイピアも一回使っとこう。でブリザード使おう。レイピアなくなったらもうサーベルに切り替えよう。お、木人肉落とした、やった、クオ。ヒットポイントと特殊能力が回復しただけかい。じゃあなぜ大した敵じゃなかったの。いや、ありがとう、助かったよ。私はそうだな、覆面とでも呼んでくれ。
アシュラを倒しに来たこのざまだ。君らも同じ目的のようだな。手を組もうじゃないか。覆面結構強かった気がする。リミットドライブを知っているか。リミットドライブとはバトルでピンチになると発動することがある。たくさんの敵に囲まれた時ほど発動しやすい。防御力がアップしたり連携攻撃が発生しやすくなり、いつも以上の力で戦うことができる。リミットドライブ解放されたか。こいつに教えてもらったのかよ。こっち行けんね。なんかあるかな。なんもない。あ、イベント、あ、捕まってる子がいる。こいつあれじゃん、あのメル。今出してあげる。どうやって簡単に、あー、鍵がある。鍵を探してくる。鍵は緑色の高2が持っている。緑色の高2さんだね。私たちも探してきます。ありがとうございます。え、どっちが先、アシュラを倒すのが先か、こいつを助けるのが先か。よし、来い来い来い、みんな来い。サンチェイン超いっぱいいる。これは待て、ガード8一掃する。え、これは多すぎだろ。本当に多すぎだろ。本を使おう、賛成も使おう。待って待って、何もしなきゃ。何、あれこいつさ何も持ってないんだっけ。レッドボーンの攻撃早えな。これはなんとかだった。いて、10か30か。覆面ヒットポイントめちゃくちゃあんな。毒くらいだったら何とでもなる。ペットと愛人がとりあえず攻撃してくれれば大丈夫。3セーブ。愛情の糸使ってもよかったかもな。まあまあまあ、炎いいね。よし、魔力ようやく上がった。ゾンビの肉を、ゾンビ結構強いからね。ジャガ弱かった。2000円とかすげえ持ってんだけど。覆面さんどうしましょうか。ブロンズのコテだけかい。あ、アビリティじゃない、装備。え、装備できなかったっけ。いや、それはそれは弱すぎでしょ。装備渡してただし外せないんだよねっていうものだったと思うんだけど、実装備できねえわマジで。ゴミカスだな。まあいいや、ちょっと多分この上アシュラっぽいからセーブだけしておこう。まさか覆面がこんなに役立たずとは。あ、ここで覆面の装備が戻るのか。私の装備がこれで戦える。 OK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 、 そういうことだ。から来たからどこ。あー、ちょっと遠いな。これ超引っ張り、なんでサブマシンガンがもうないんですけど。でロングソードで倒せるでしょ。でブリザード使ってこう。バトルハンマーか。ほら178強い。さてこれはデッドボーンか。まあ、食おう。今よりはマシになるって何回も言ってるよね。グリーンスライム、もうグリーンスライムでいいや。無駄。こいつおびき寄せたい。あれ、なんだ、あお、
あれ宝箱でも。マシンガンでゾンビ倒すでしょ。で青大将でブリザードで例によってペーブルで溶かすで超青大将でバトルハンマーでした。これで一旦で倒せるはずです。マシンガン溶けよ。まあブリザードだな。あれ魔力上がった時って何使ってたっけ。力が上がった。減った。どうする。ヘブンの肉いいや。ここら辺は安定のグリーンスライムで行こう。エリクサーでまた落ちんのこれ。4回。どっちが上だこれ。で登っていく。逆側もあんのかな、まあ、エリクサーでかいはでかいよね。最悪売ろう。金にする。エリクサー5000円だっけ。半値で売れたとして2500円か。サブマシンガンすら買えないからな。鍵はまた来た時でいいや。じゃあちょっと逆じゃなくてこっちから行ってみよう。で落とし穴っぽいのがあったら、まあえて引っかかってみる。ないね。じゃあそのまま上に行こう。7階。ここは部屋か。あ、ここは幹部の部屋。下っ端が入ってきていいところではない。そしてその幹部、わしの怖さを身をもって知るがいい。嫌な上司だなこいつ。鬼。これちょっともうデフィンチャーに切り替えてバトラックス使ってこう。ブリザード溶かす。でハンマー、ほら叩き潰れる。弱っ雑魚が。牢屋の鍵、鍵が開いた。よしちょっと戻ろう。これはよし、鍵を見つけてきた。ちょうどよく来たな。ポリは？助けてくれてありがとう。メルメネって呼んでください。俺、250マジックパワー。マジックパワーだけだったらなんか微妙だよね。アイテムくださいって感じだけど、この中にアイテムは入ってない。また上に戻るか。部屋はくまなく開けていこう。お、いいね。だからここデリンジャー。そうか、重火器最悪エスパーに装備させるっていうのもありだよね。重火器は多分依存がないはずだから。エスパーは重火器プラス宝箱を守ってるんだけど、重火器プラス9死で。お、なんかでもこいつ肉くれ。ライブオーク、こいつ強いんだよな。ユランダーブリザード賛成を1回使っちゃおう。ほらガード、やるよるわい。いってガラクタに14はやはりかなりの攻撃力。やばい、これは危ない。ゲー77マシンガン。まだ生きてるか。ブリザードからの3セーブで一掃してくれ。属性カードかよ。回復よりデリンジャーだな。レピアも使っていこう。
で、ブリザダマラ残ってるから大丈夫。ほら、よし。死ぬかもしれん。生きてる。ギリギリ。ブリザダ。やっぱり魔法系役立つな。何にも上がんねえし。何にも食んねえし。肉を。待って、これだけ？ひどくないか？ゾンビが今度6体マシンガン使うしかない。ブリザードも撃ってこう。ほら、ゾンビよりは早く撃てるからね。消えろ。最大ヒットポイント力。ケアル大量に使おう。戦闘中ではそんなにすげえいっぱい使わないから。 OK。 いや、この宝箱マジはめられたわ。来るか。ちょ、チェーンにはなった。また超いっぱいいる。サブマシンガンアシュラに使いたかったけどな。酸性も使おう。バトルハンマーで、ロングソードで、マシンガンで、ガードはこれで一掃で、人民化早いな。5人か。これダメージ食らってたらほんときついな。30酸性油。ブリザードでいける。クリティカル出るんだ。よし、力上がった。自信。ブリザードの方が良かった。でもブリザードは使い倒したからね。オーケーオーケー、全然オーケー。いっぱいいるな。これダンジョンなかなかきついぞ。これさ、大丈夫、本当に。もう一回ゴールドの盾。これどうしよう。メカニックスに装備させるか。ブロンズの盾、まあ、盾はもう返してって感じだからな。ゾンビ4体か。マシンガンちょっともったいない。一殺できんだろ1人。覆面もいるし。で2体目で、ガラクタで、溶かしてで、愛人ブリザード。さて、上登って。全然アシュラまだだね。9階。こいつはかわしてチェイン狙おうと思ったのに。ネズミ親父。てかデリンジャーの個数がすげえ減ってきた。最悪手に入れたデリンジャーをメカに渡すしかないか。あと何個デリンジャー。ちょっともう戦闘極力回避していこう。お、どうやらこの上の階にアシュラがいる。その前に宝箱を回収して。ってか敵も普通にいるし。魔力の素、これも使ってこう。どんどん使ってこう。3今をとにかく楽にする。力のもと、これももうミカミックスに使う。多分上がりきったところで使った方が最終的には良さそうだけど、そんなこと言ってらんない。清流刀
声優となんかさ覆面にあげた気がするんだけど、しかも持ち物がいっぱいあった。ちょ、デリンジャーを、ガラクタの4個のデリンジャーを変えるか。いやーどうしよう。これでも7回攻撃できるよね、弓もあるし。ちょっといいや、これで乗り切る。でブロンズの兜にして、青龍取っていくつ ?9 か。アシュラ戦でやっぱり覆面装備できる青龍と。よし、飛びしょ。覆面に全てをかける。で、これ回収して、ゴールドカット。敵が来た。で、装備して、愛人を回復してから上に登ろう。ここでケアル、はいはい、一応全開しとこう。でセーブしてアシュラ戦。演出はなかなかなもんだな。でかい。のこのこ死にに来るとはわしの作戦通りだ。今頃部下たちがミクロ化し、カイの体内に入り込んでいる。カイに何をした？貝の魔力の源は生まれた時から体内に宿していた秘宝にある。秘宝を奪い弱った貝も死ぬ。まさに一石二鳥。いや、お前たちの秘宝も手に入るから一石三鳥か。何を許さん。あ、翼が RS でも出てたな。アシュラマシンガンでいこう。もうこれはんー、ブリザード効くかな。三星も効くかな。青龍とでいく。お前のために青龍と。モタスタダ257強い。4本の腕95。けー、食らうな。バトラックスでも143当たるんだ。サブマシンガン180。三星は属性カード悲しい。ブリザードも効かない。ちょっと一回ガラクタブロンズの盾で装備しよう。ガードする。で溶かす。で清流刀。どうだ、100くらいで200も食らうのかよ。ケアル127あれば一発は耐えられるよな。てペット弱すぎでしょ。マシンガン撃とう。でこれはもうガンガン攻める。耐えられてるガラクタ105。 OK。 サブマシンガン強い。てかアシュラ普通に強いわ。これペットさ食らったら絶対一発で死ぬよね。一応ブランドの盾にしよう。生存率を上げる。これやっぱりもうモンスター多少強かったらそこで妥協すべきだな。一瞬で眠りから回復したな。スリプルはでもなかなか、ちょっと待って、ガラクタもう一回ブロンズの盾でガード。100は欲しい、ヒットポイントやっぱり。よし倒した。毒地震。よし、ヒットポイント上がった。バカな。みんな爆発していくよね。素早さのマギ、魔力のマギ、氷のマギ、稲妻のマギ、毒のマギ。なんだこりゃ。犬神の像、ミニマップ機能拡張。効果がわからん。イベント発生。
ちょっと見てみる。あそこに何か落ちてる。私が拾ってくる。その石が光っていた。何かの役に立つかも。恋人の宝玉。目的も果たしたし、ここで別れよう。青龍刀が奪われた。カイが心配だ。カイのところへ戻ろう。お、一瞬でイシスの神殿に戻った。というところで、じゃあアシュラの塔クリアしましたので、今回はここで終了したいと思います。金がいっぱいあるから、ちょっと装備品とか一回整えてから、会のところへ行きたいと思います。次回、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。